海上自衛隊が配備を進めている FFM 最上潟護衛艦において後日装備とされていた、艦対空ミサイルなどを発射可能な垂直発射システム VLS バーティカルローンチングシステムに予算がついたね。すでに収益している艦及び計画中の艦も含めて2028年度令和10年まで22隻すべてに搭載されることが明らかになったな。今回はそんな海上自衛隊の最上潟護衛艦への追加装備の予算決定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最上潟護衛艦への VLS 搭載についてはこれまでその予定などが明らかにされておらず、2024年3月6日に実施された海上自衛隊トップの堺海上幕僚の記者会見において、最上潟護衛艦の VLS 装備は後日装備ということで建造を進めてきたとした上で、後日装備ということは文字通り、将来的に装備、整備するということであり、将来的に適切な時期に装備を予定しており、これは決して何らかの理由によって遅れているというものではないと述べて装備できない何らかの要因が発生しているわけではないと説明したよ。そして、最上潟の VLS 装置については令和5年度予算においてすでに調達済みであり、その装備については部隊運用に影響を及ぼさないことを考慮し、適切な時期に確実に実施していくとして、2023年度令和5年度予算にすでに計上されていると述べ、最上潟護衛艦が当初からの計画通りの防空、対空能力を備えた艦艇になると認識していると語り、防衛省が実際に2023年度予算において最上潟護衛艦10隻分に VLS マーク、41を装備するための整備費用として787億円を計上したことを明らかにしていたんだ。防衛省が公表している契約関連資料によると、最上潟護衛艦10隻分の VLS マーク、41調達予算は2025年度に3隻分、2026年度令和8年度では4隻分、2028年度令和10年度に残り3隻分の VLS が発注され、それぞれ VLS をライセンス生産している三菱重工業から防衛省に納入される予定とされ、2025年度令和7年度計画艦である11番艦及び12番艦には建造当初から VLS が装備される予定とされているね。三菱重工業は日本企業としては唯一、アメリカ政府の認可の下でマーク、41の製造メーカーである。アメリカのロッキード・マーチンと技術援助契約を締結していて、その上に武器など製造法に基づくライセンス生産の許可を受けているぜ。マーク41は、現在世界西側諸国で最も多く運用されている垂直発射装置であり、これまで21カ国の海軍で16クラス173隻の艦艇に搭載されて運用されているな。典型的な VLS の形態としては弾薬庫が発射機を兼ねているほか、マーク41固有の特徴として、複数種類のミサイルを同時に並行して収容しつつ任意のミサイルを迅速に発射できることから、複合的な脅威に対する優れた対応能力を有し、1秒に1発のペースでミサイルを発射することができるね。またミサイル1発あたりのコストは旧式のマーク26の半分程度であるほか、省力性にも優れており、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦タイコンデロガ級では、マーク26搭載艦では操作要員21名を必要としていたのであるが、マーク41搭載艦では8名に削減されているらしい。最上潟護衛艦は海上自衛隊としてこれまでにない新しい艦種として、FFM という新しい艦種記号が与えられているよ。諸外国海軍において最上潟護衛艦と同程度のサイズの水上戦闘艦艇はフリゲートとされ、その艦式号は FF なんだけど、最上潟護衛艦においては多機能性マルチパーパスが求められているためその頭文字の M と、対機雷戦能力が導入されたことによって機雷マインの M が付加されて FFM という独特の艦式号となったわけだね。この FFM に対機雷戦能力が導入されたのは、近年における日本周辺の国際情勢の変化が背景にあり、第二次世界大戦までのような主要国間の大規模武力紛争が発生する可能性の低下と、太平洋戦争時に日本近海に施設された機雷の総海が進んだことなどを受けて、
海上自衛隊における掃海部隊の規模縮小が検討され始めたことにあるんだ。さらに、ここ数年の中国海軍の著しい増強政策によって、これまでのロシアによる北方の脅威から沖縄本島を含む南西諸島の防衛に視線が注がれるようになり、当初占領された場合の奪還作戦を展開するための水陸両用作戦について掃海部隊が所掌するようになったぜ。そのため、掃海艦艇の削減によって掃海部隊が縮小された後も水陸両用作戦上において所要の大気雷戦能力を担保する必要が生じ、当初戦に際して大気雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦艇として最上潟護衛艦が期待されたためだな。その大気雷戦のために、最上潟守る艦には大気雷戦ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用能力なども付与されているらしい。最上潟護衛艦には設計段階においては VLS としてマーク41が16セル搭載される予定になっていたが、先に述べたようにここに来てようやく搭載される予算が付けられた状況であり、現時点では VLS がないフリゲートなんだ。そのため、現在オーストラリアが同国海軍が保有している水上戦闘艦の見直しの中で、11隻を新造するとされている次期フリゲートの候補として、最上潟護衛艦が有力視されているとする情報が伝わっているのであるが、以外ではほとんど周知されていないと見られ、これらの誤解によってこの先日本の国益が損なわれる可能性があることが危惧されていて、今後 VLS が搭載されることについては徹底的にアピールすべきだとの声が高まっているみたい。海上自衛隊においては最上潟護衛艦に16セルの VLS を搭載した後、それらに艦対空ミサイルを搭載する計画はなく、07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、FFM に艦隊防空を担当させる運用はしない方針とされているね。防衛省では当初最上潟護衛艦を22隻建造する計画であったのであるが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示し、最上潟護衛艦の建造は12隻で終了として、さらに新型の FFM を10隻建造するとしたんだ。さらに8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになると公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造するとして、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているな。この新型 FFM は最上潟の基準排水量3900トンに対して4880トン前後にまで増加されていて、全長も最上潟の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているらしい。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦村雨方の基準排水量4550トン。高波方艦の基準排水量4650トンを上回ることになり、フリゲート FFM ながら汎用護衛艦 DD よりも、大型艦となることが予想されているぜ。新型 FFM の兵装は62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、人7式艦対艦誘導弾4連装発射筒2機 324mm 3連装単魚雷発射艦2マーク、41VLS 32セルで、これらの構成は最上潟と同じながら VLS は倍だね。16セルの最上潟では全てに07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定だけど、新型 FFM の艦式号が FFMAAW とされていて、AAW とはアンティエアウォーフェアすなわち対空戦を意味していることから、スタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。